諸葛亮殿より繁盛を攻める策を授かった。城の近くを流れる川を使うべしとのことだ。ここんとこの雨続きで城の東側の川の水位が上がってるみたいですぜ。そこに目をつけるとは、さすがは諸葛亮殿でさ。川の上流には包みがあります。周辺を制圧し包みを壊してしまえば城は水没するでしょう。ではみんなで包みへ攻め込めばいいんですね。私頑張ります。ですが川の水位が上がっていることは敵も気づいているはず。我らが包みを狙うことを警戒しているでしょう。闇雲に攻めても被害が大きくなるだけではありませんか。では二手に分かれてはどうでしょう。片方は堤へ向かい、片方は城を攻める。城攻めの部隊に陽動させればきっと堤の守りも薄くなるはず。うん、ここは観光の策に従おう。お主たちの戦、父に存分に見せてみよう。親分のお子様たちも随分立派になりやしたね。拙者は良き父とは言えぬかもしれぬ。だが皆良き子に育ってくれた。親としてこれほどの喜びはない。いざ繁盛を攻め落とさん。我らの武勇で諸葛亮殿の秘策をなすのだ。水攻めに備え船を確保したい。きっと繁盛へは近づかせん。お前たちは俺が止めてみせる。すごく強そうな人。でも精一杯頑張ります。前例義の援軍が繁盛に向けて進軍中。軍神です。
戦場を守りきれなかったか。戦場などに何の用だ。まあいい、叩き潰してくれる。船をご所望ですか。俺たちを守っていただき、造船所も取り戻していただけたようですね。申し上げます。造船所と船を確保いたしました。これで敵が逃げることはかなわぬ。すべてを水に沈めん。その腕を見込んでお願いが。さすがは話のわかるお方よ。参る。
制圧した。 攻防は戦局を左右し得る。私たちで守るぞ。部下を落とされた班長に援軍が遅れる。何としても守り抜くぞ。神官の守りは固い。いかに攻めるべきか。 この地が落とされるなど。これで武漢からの援軍は阻止できる。繁盛での戦も有利に進むだろう。ハン雲長、意を貫き進むのみ。その勢い誰にも止められますまい。 奴らに押されちまう。援軍はどうした。 あとわずか。急ぎ援護に向かわねば。諸君め、なんという強さ。バカな。引くぞ。
の場残しといてくださいよ。進軍を停止せよ。この地で守りの陣を敷くのだ。この地、関雲長が制圧した。誰にも止められますまい。とても叶いそうにない。これは総帥に下るべきか。我が義を貫かん。半城にたどり着くことすらできぬとは。それがしの分はこの程度か。関雲長、義を貫き進むのみ。はい、さすがですな。俺の活躍の場残しといてくださいよ。せぬぞ。ほっ。安城、ただ敵に悟られてはなりません。諸君、
の工作兵だと？こんなところで何をしている？感づかれた。これじゃ作業を続けられない。うん、入る。敵の狙いも確かめられないとは無念。これで作業に戻れるな。敵の狙いは気になるが、これ以上は無理だ。引くぞ。これで作業が再開できます。ありがとうございます。おかげで包みが完成しました。水攻めの効果が期待できますね。はん、火を貫き進むのみ。私も父上みたいに強くなれたら、今日からさらなる筋力強化に努めます。伝令、繁盛南側の包みが完成しました。よくやってくれた。水系は必ずや大きな効果を上げよう。守りは我らが受け持とう。決して何者にも抜かせはせぬぞ。幕城を奪うつもりか。帰り討ちに来てくれる。おやま、見ていてくださいよ。必ず俺が幕城を取ってみせます。入る。なんたる業の者。これ以上は抑えきれん。敵将を討ち取ったり。潘雲長、火を貫き進むのみ。父上の戦ぶり、まさに軍神です。親分、最高っす。ヒゲの先まで輝いてますぜ。ご活躍。Yeah!
入る。この地、関雲長が制圧した。この地、関雲長が制圧した。この地、関雲長が制圧した。
兵器での攻撃が有効でしょう。繁盛へ運ぶので護衛をお願いできますか。攻めのため包みを確保しなければ、首相の総体を倒しましょう。進むのみ。おやばん、最高っす。ヒゲの先まで輝いてますね。この地を関連長が制圧した。
この地、潘雲長が制圧した。私たちで守るぞ。おっと、そこまでだ。これ以上繁盛には近づかせないよ。勝負は無謀だったか。総人殿、面目ない。敵将討ち取ったり。潘雲長、意を貫き進むのみ。親分、最高っす。ヒゲの先まで輝いてますぜ。父上の戦ぶり、まさに軍神です。おお、繁盛の西から援軍が来たぞ。これで魏軍を押し返せる。この上職に援軍だと、さすがに厄介だな。お願いしたいことがあるのですが。これは、なんという戦ぶり。父上の部、手本といたします。
長が制圧した。この旅城がいる限り常陽は抜かせん。繁盛を攻めるには常陽の確保が不可欠。何としても落としてみせる。守るは我らが受け持とう。決して何者にも抜かせはせぬぞ。常陽を守りきれんとはなんと不甲斐ない。我が義を貫かん。率いる職軍も盛況無比だ。私の取るべき道は上位を抑えられてよかった。班長を攻める足がかりができたな。敵将打ち取ったり。班運長、意を貫き進むのみ。私も父上みたいに強くなれたら今日からさらなる筋力強化に努めます。兵器が3台たどり着きました。これで繁盛に大きな被害を与えられます。兵器の準備ができたぞ。繁盛へ向けて打ちかけろ。あ、敵の兵器だ。このままじゃ白が防御体制を取るのだ。この繁盛職には渡さぬ。我が身を盾とし守り抜いてみせよう。また繁盛は落ちぬか。さすがは総人、堅い守りを。敵将討ち取ったり。私も父上みたいに強くなれたら今日からさらなる筋力強化に努めます。
回避せよ。班長が終わりだ。よっしゃ。報徳将軍、関羽の軍に捕らわれたとのこと。よくも報徳将軍を。将軍、今こそ我らが打って出る時です。報徳将軍をお救いし、連携して関羽を叩きましょう。関羽よ。武分則、高校を申し入れる。何を願わくは、我が機下すべての命の保証を望む。承知した。我が兄龍玄徳の名に誓い約束しよう。将軍、なぜです？おじけづかれたのですか？軍において上官の命令は絶対だ。方便は認める。あなたという方は。各隊をまとめ整列せよ。下るにせよ。軍旗は乱すな。班長は関雲長の軍が制した。皆よく戦ってくれた。その奮闘ぶり嬉しく思うぞ。少しでも父上のお役に立てて嬉しいです。それにしてもものすごい勢いで城に水が流れ込みましたね。あれほど多くの水が流れ込めば、いかに堅固な城とてひとたまりもないでしょう。義兵も戦意を喪失したはずです。だが敵はそれでも城を明け渡さなかった。なんと強靭な精神力だろうか。この城は義にとってそれほど重要だったということでしょうね。俺の思い過ごしでしたらいいんですが。周曹、いかがした？懸念あらば遠慮せずに申せ。はい。戦いの最中、敵は何かを待っているような気がしませんでしたかい？援軍か、それとも何か別のものか。魏の援軍か。なるほど、関策の言う通り、繁盛は義にとって重要な拠点。おそらく躍起になって取り戻そうとするだろう。だが我らは城攻めに多くの兵力と物資を投入してしまった。義の援軍を迎え撃つには一度体勢を立て直さねばならぬな。軍心の部位は繁盛を飲み込んだ。義の本拠巨匠はもう手の届くところにあった。だが関羽は一抹の不安を覚える。
雨巾の投稿を入れたことで何かが崩れたことを感じたのである。そして彼の予感は的中する。軍神関羽の周囲に暗雲が立ち込めようとしていた。どうにも足りんな。兵糧ですか。いい、そういうことなら元山賊の俺に任せてくだせ。呉の奴らからちょちょいと強奪してきますぜ。我らの利をおもんぱかるなら投降者の受け入れはすべきではなかったか。だがそれは我が武人としての義にも兄者の仁にも背くこと。拙者が進まずして誰が兄者の王道を切り開けよう。世を兄者の仁で満たすため当園での誓い必ず果たさねば。官軍など我が青龍が吹き飛ばさん。兄ちゃん。